ちは、わわわわわわ、こんにちは。幸せにか。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チームメイト、チーム4ケニーの長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。いよいよ今日がラルムのイベントの最終日ということでですね今日はやっていくんですけれども、はい、今日は5回配信しますけれども、その1回目です。抹茶バームクーヘンでも食べながらお話をしていきたいと思います。飲み物はこちら、濃茶です。このシール貼ってた、体脂肪を減らすってね。はい、こんな感じで今日も楽しんでいきましょう。っていうか昨日までぴょん吉こと私のママがいたんですけれども、帰りましたので大阪の方に。ピエミそれなはい、ちょっと静かなんですけれども、まあ楽しんでいきましょうって感じでよろしくお願いします。はい、痛いよね。はい、そして今日は配信ごとに洋服を変えるっていうことでこちらを着ました。1コーデ目、じゃーん、こちらです。このブラウスも結構よく着てるやつで、こちらもお話し会で着たことあるんですけれども、その初めてこれ組み合わせたら、え、可愛くないってなって超お気に入りになったので、これからいっぱい着ます。こういう感じです。この人またこれ着てるみたいな感じになると思いますけれども、まあ気に入ってるということでよろしくお願いします。漢字の練習とかにも使えそうな方眼できてる。確かにこの隙間に漢字書ける。今回は20分にランキングを読むということで、バームクーヘンを食べます。20分まで、はい、おしゃべりしていきましょう。次を何着るか迷ってて、ずっとクローゼットとにらめっこしてたんですけど、なんかどんなのがいいとかありますか？めっちゃ抹茶、
無印良品の抹茶バームクーヘンです。不揃いバームみたいな。私この1週間でめっちゃ無印良品のもの口に入れてる。珍しい。久しぶりに行ったらめっちゃ買ったんで。マージャンロックキューブ、ロックキューブだっけ、これルームキューブだっけ、ルービックキューブだ間違えた。ルービックキューブです。ルービック、生誕祭の時にファンの方がなんかくれたやつ。これは絶対に崩せないです。私元に戻せないから、崩しちゃったら。せっかく綺麗に揃ってるのにさ。だからもうずっととこのまま置いてるの。こうやって一回こまわしたりするけどすぐ戻すみたいな感じで持ってるんですけど、もう崩せません。私ルービックキューブ元に戻せたことないんで、本当にもうこのままこのままでいたいと思います。それはちょっと難しいバージョンだね。できてる。真ん中のパズルの方向まで合わせるのは難しい。あ、確かにそうね。カラフルなだと色だけ合ってればいいみたいだけど、この向きね、チーソーとか逆向いてたら最悪だもんね。無理無理、もう絶対崩せないわ本当に。もうこのままにしてます。ずっとこのままに置いておきます。ハルビョンは確かにルービックキューブ得意だもんね。いや、それは何回もよぎってるわけ。崩してハルビョンに戻してもらおうかなって思ってるんだけど、いや、なんか崩せなくて、こんなに綺麗なのに崩せないやんと思って、はい、もうずっと引き出しにねしまってるんですけど。はい。いや、私マジでルービックキューブあんまやったことなくて、そう。そう、置物として存在してますこの子は。珍しいなみたいな感じで。本来の役割を果たせないルービックキューブかわいそうって聞いて、それな、それ私も思ってますよ。え、だって普通に考えてさ、こうやってくるって回して遊ぶやつでしょ。無理無理、もう戻すしかないよね本当にこれは無理です。だからこれともう一個あれば、もう一個はもうぐっちょぐちょにして、でこれ一個は飾っておくみたいな感じ。二個あればまあワンチャン崩せたかもしれないけど、まあさすがにね、そういうのは無理なんで、
あれなんですけどルービックキューブできます？皆さん。私はできないと思う。やったことない、あんまり。今日の香水、ジェルスチュアート。今日はメイクも色素薄めな感じのメイクをしました。なのですっぴんみたいです。すっぴんじゃないんですけど。抹茶好きですか皆さん。抹茶美味しいよね。抹茶の食べっ子動物食べたいってきて。抹茶食べっ子動物美味しそう。食べっ子動物めっちゃ美味しいよね。私めっちゃ好き。なんかあんまりお菓子はなんか塩気のあるもの食べないっていうか、塩キャラメルとか食べるけど、なんてポテチとかビスケットとかあんま食べないよね。まあ、クッキーは食べるんだけど、でもチョコも食べる。なんて言うんだろう、スナックサクサク系のやつあんま食べないんですけど、食べっ子動物は食べる。なんかめっちゃお菓子だけど体に良さそうな気がする。今日メール来てないんだなって来てる。送ったっけ私。まず送ってないかも。朝バタバタしてて送ってないわ。後で送ります。そう、朝用事あって、今日のお昼ご飯はお好み焼きです。いいですね。もしかして私がメールでお昼ご飯何ですかって聞くと思って先に答えたタイプ。じゃがりこはサラダだって小田さんが言ってた。確かにサラダね。じゃがりこはあんま食べないけど、サラダが一番美味しいと思う。私もあんま種類食べたことないけどね。安定よね。やっぱ定番がなんやかんや一番美味しかったりするよね。
ねん。今日のラッキーカラー紫です。あ、マジ？私は紫のネイルを今しています。あとでビッグワンガールズ買いに行かなきゃ。そう、今日発売日です。ゲットしてね、ビッグワンガールズ。ぜひゲットしてください。ゲットしたら感想をお待ちしてます。待ってます。よろしくお願いします。感想よろしく。見て、もあんなにあったのにあとこんだけしかない。はいはい、あーん、うん、今夜ちゃんカウント支援です。さて、ありがとう、カウントよろしくねん。もう見たってきてる。ビッグワンガールズありがとうね。ご機嫌ですな。そりゃそうでしょ、毎日ご機嫌です。危ない、毎日ご機嫌斜めですっていうところだと言い間違いで、毎日ご機嫌ですってあんま言わないじゃん、普通に日本語として。ご機嫌斜めとかよく聞くけどさ、だからその流れで毎日ご機嫌斜めですっていうところだと。でも私は毎日ご機嫌です。フェイクが自分でつけた2021の点数50点だと思い出した。2020の点数総合点50点引く2022年、今年を表す感じもなんか悲しい感じだった。なんだっけ、忘れたな。何書いたっけ。悲しいこと忘れていくタイプだからさ、ちょっと忘れた、なんだっけ、ちょっと思い出そうまあ確かに2020年はあんまいい年ではなかったからね、正直。でも2022年は今のところ毎日楽しい。クってやつ覚えてる。ああ、確かにクだったよ。本当に
いやでもなんかそれをその年があったから、なんかもう笑って過ごそうって意識してたらもうだんだん楽しくなってきたの。だから皆さんも、私はまあ皆さんよりは人生の後輩なんですけれども、多分同い年ぐらいの方もいると思うけど、でも嫌なことがあってもなんとかなるんで、多分せっかく生きてるなら笑って過ごしましょう、本当に。あれ見て辛くなった。まあそりゃそうだよね。アイドルが言うアイドルが表す感じではない。まあね、いろいろありましたね、あの年はあの年で。でも今は楽しいからいいんです。あとこんだけなんだけど、とりあえずランキング読みますね。もう22分、びっくり。ああよし、13位、エンドモーニングアット。うん、スリちゃんバームクーヘン美味しかった？美味しかったよ。そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど。12位、萌えアット自然光配信もいいですね、さんありがとうございます。書いてないけど。11位、コニタンイミズアットスリちゃん最終日も頑張ってね、さんありがとうございます。書いてないけど。10位、コタロウアットセリちゃん次の配信も楽しみ、さんありがとうございます。書いてないけど。9位、スノーホワイトアット今日の今回の洋服の組み合わせかわいい、さんありがとうございます。書いてないけど。8位、タケピンアットセリちゃんはこっちの耳かけするの好きですね、さんありがとうございます。書いてないけど。7位、音速の貴公子アットこっちの耳はかけないんですか、たまにかけます。そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど。6位、松島ですアット長野セリカです。そうなんだ、さんありがとうございます。書いてないけど。5位、岡アット自然光に当たると髪色めっちゃ綺麗だね、さんありがとうございます。書いてないけど。4位、千尋アット楽しいショールームをいつもありがとう幸せリカさんありがとうございます。こちらこそ。3位、秋文アット次の洋服も楽しみにしてます、さんありがとうございます。書いてないけど。2位、圭一郎アットこちらの指輪めっちゃ綺麗ですね、さんありがとうございます。書いてないけど。そして1位は7番目のおっさんアット早くセリちゃんとお話がしたい、さんありがとうございます。書いてないけど。今日もありがとうございます。あ、次はね何時だっけ、14時半書いときますね、テロップ編集 TUGI
次14時30から、はい、 OK、 次カルです。今日の書いてないけど癖がすごいね。それな、みんな書いてないからね、どんどん癖強くなっていくよね。すいません、ふざけて、ちょっと睡眠不足でもうから元気みたいになってますけど、頑張っていきたいと思います。あと4分なんで食べますね、とりあえず。次からの書いてないけどの期待上がった。ちょっとやめてくれる、ハードル上げるの。書いてないけどが毎日の楽しみで、ごちそうさまでした。面白かったのでもっとやってほしい。そう、ありがとうね。いいですね、この自然光。めっちゃ眠くなるわ。もう今にもこう目を閉じたら寝てしまいそうな感じ。まとめて出版しよう。書いてない集みたいな。書いてないけど集。楽しそう。なんか読者はへーって感じだけどね、私からしたら、あ、今までこんなこと言ってたんだなーってなるけど、普通に知らない人からしたらさ、書いてないけどとはみたいな感じになるよね。ま、そんなのもあんまあれでしょうけどね。次はカラオケ？はい、そうです。まあ 2,3 曲ずつ歌えますね。歌えるかわかんないんで、歌えないとこは皆さんが歌ってください。しかも今日私なんか朝起きたら喉がめちゃ乾燥してて、薬飲んだんで治ってるんですけど、マジでピエン。着替えなあかんし忙しいね。そうなんですよ、着替えます。次はなんかちょっと悩んでるので、あ、頑張って着替えたいと思います。あのカラオケ配信で歌ったことない曲も歌うけど、歌ったことある曲も歌うので、歌ったことある曲も歌うので、か、今言ったよね。うん、じゃあそんな感じで楽しんでいきましょう。14時半からまた応援よろしくお願いします。それでは1時半なのでそろそろ終わります。お昼配信ありがとうございました。また1時間後会いましょう。バイバーイ。